せ、魂は限界救護せよ、答え合わせ、答え合わせ。テレビ見てんだろ、うるせえな。精神年齢2歳の元気な男の子。しかし別れは突然訪れたのです。なんか苦しい。ママ苦しい。ママ助けて。大工母さんは急いで病院へと駆けつけました。お母さんちょっといいですか。はい。お母さん、覚悟はいいですか。ええ。残念ながら息子さんはあと5時間しか生きれません。ああ、何それ！どうにかしなさいよ！落ち着いてください。選択肢は2つあります。今すぐ手術をするか、諦めるかです。そんなの手術するに決まってんでしょ！ただ問題が1つあります。何を？めっちゃめんどくさいです。はぁ、あ、何よそれ。いいからやりなさいよ。ほんとだって急に来たじゃないですか。僕も予定あるんで。いやそんなの知らない。早くやりなさいよ。あんた嫌です。待ちなさい。ママ何よ。ママ僕もダメみたいだ。何言ってんだ。あんたは早く子役になってお金たくさん稼いでもらわないと困るんだからね。勝手に死ぬじゃないわよ。痛いよママ。今日で僕死ぬんだからもうちょっと優しくしてよ。知るか。ママママ最後にお願いがあるんだ。プール行きたい。プール、うん、まあいいけど。あ、いいの。やったよし行くぜ。よしよー俺行くぞ。バイク行けよ。俺バイク行けよ。ほら着いたわよ。あーやったー。よーし遊ぶぞ。よしママ苦しい。大丈夫？助けて。ちょっと病院行こうよ。あんたこの病院の先生？そうですけど、どうかしましたか？ちょ息子が死にそうだろ。どうかして。これは大変です。今すぐ手術しないと大変なことになります。え、じゃあお願いします。ただ一つ問題があります。僕今髪伸びてきてまして、これから美容室予約しちゃったんで手術してる時間ないんですよ。ふざけんじゃないわよあんた。すいません。いや、じゃあちょあんた。ママ何よ。ママ僕もうダメみたいだよ。泣いてたわ。死ぬならあんたにかかった今までの予約全部私に払ってから死になさい。そんなの無理だよ。ママ最後にもう一個だけお願いあるんだ。何よ。サッカーやりたい。サッカー、うん、まあいいわよ。え、いいの、うん、あんたサッカーの俺の弟子だ。よっしゃ行くぞ。よし、ほら、サッカーするわよ。うん、はい、まあ、僕ドリブルするから僕から棒取って。はいはい、いくよ。あら、あら、あ、じゃあ、僕の勝ち。あんたね、今日死ぬからって何しても許されると思うなよ。ああ、おい、嫁が来る前に殺してやろうか、お前。痛い痛い。ママ、苦しい。あら、死ぬか、お前、そのまま死ねえ。でも僕が死んだらお金稼げないよ。それでもいいの。確かにそれは困るわ。病院行こうよ。誰か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 先生早く来て。どうしましたか。息子が死にそうなんです。早く見てください。大変です。今すぐにでも手術をしましょう。はい。ただ一つ問題があります。ここでクイズです。私が手術できない理由は何でしょう。お答えください。犬の散歩がある。残念。
私が手術できない理由は両手の骨が折れてて手術できないでした。なんなのよあんたも、くそ、しょうもないわね。いや、いやじゃないわよ。ママ僕もうダメみたいだ。何言ってんの、勝手にしてるんじゃない。天国で見守ってるね、ありがとう。ちょ、あんた今勝手に死ぬとしたでしょ。もうダメだよ、バイバイママ、ありがとう。おい、ちょっと、ちょっと、お前いいから死なせろ。楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけれど、どちらかというとこの歌は楽しい方かな。サンバー